日本列島には昨日から強い寒気が流れ込んでいます。標高の高いところは雪が降っていて、富士山は観測史上最も遅い初冠雪となりました。札幌では4年ぶりの速さとなる11月上旬の積雪を観測しています。日中も寒さが続いて全国的に冷たい北風が強く吹く見込みです。この強風で先ほど気象庁は、 近畿地方と東京地方の木枯らし1号を発表しました。